安在岳人らは、神奈川県ザマ市出身の元プロ野球選手。宇と右みぎち。2011年の登録名は、オストラ。会社に勤務しながら草野球の選手として、太陽ホエールズの入団テストを受験したほど、野球の好きなジップの影響で、ザマ市立ザマ小学校では、ジップがコーチを務める少年野球チームのザマパイレーツへ1年生から参加。ザマ市立。 西中学校から工場高校に進学した。中学の同級生には、マノエリナがいる。高校1年生から投手に専念したが、2年生までは無名の非え投手だった。3年時の神奈川県春季大会4回戦で、東海大相模高校を8回1失点に抑えると、共に2対1でチームをベスト8入りに導いたことで一躍、脚光を浴びた。 夏の神奈川県大会でもベスト8に入ったが、春に続いて横浜総学館高校に敗退。それでも190センチの長身から投げ込む直球が時速140キロメートル台後半を計測したことで、請求力、変化球こそ、未来。2009年のドラフト会議で、対応の更新球団、横浜ベイスターズから3巡目で指名。 契約金4500万円、年俸500万円で契約した。2010年、一軍昇格こそならなかったものの、イースタンリーグでは公式戦14試合の当番で4勝3敗を記録。シーズン終了後の12月6日には、2011年からの登録名をオストラに変更することが、球団から発表された。二千十一年四月に、利き腕の右肘を、 疲労骨折。この影響で、1軍、2軍とも公式戦へ登板できなかった。ちなみに、安西は後に、2年目以降、自分のイメージで投げられなくなったと実感している。2012年1月6日に、球団から登録名を本名の安西武人らに戻すことが発表。シーズンに入ってからは、イースタンリーグの公式戦6試合に登板したが、 前年の故障の影響で請求が定まらなくなった。2013年、イースタンリーグでは公式戦7試合に登板したものの2年連続で未勝利に終わった。入団以来1軍公式戦への登板機会がないまま10月3日に球団から戦力外を通告。通告後には2度にわたって12球団合同トライアウトへ参加した。 1> 第1回のトライアウトで4者連続脱三振と、高等した後に、日本人指導者のいる韓国の独立球団として、ハヤワンダーズから入団を打診されたが、NPB 球団への復帰を強く希望していることから、5時。そのまま、第2回のトライアウトへ参加したものの、獲得のオファーはなかった。2014年3月6日に BC リーグ、富山サンダーバーズへの入団が発表された。 同年10月24日、任意引退を理由に退団することが発表された。引退後は、スポーツ専門店チェーン、スポーツオーソリティの横浜市、2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より、学生野球資格回復の適正認定を受けた、ことにより、学生野球選手への指導が可能となった。 一時期は、土井龍太郎と共に、少年野球チーム、横浜ほどがやボーイズのコーチを務めていた。2010年8月15日、横須賀スタジアムにいて、ありがとうございます。